こんにちは。今お昼です。はい、米国アリババを拒否っていう状況にもなりつつありまして、はい、ソフトバンクグループその影響を受けてどうなるのってね、株価の予測をしていきたいと思います。上場廃止権威国へっていうような今ステータスになってます。で、アーム上場にも暗雲が立ち込めてきたなっていうことについてお話ししたいと思います。要するにアリババの上場廃止とアームの上場の成功の可否ですね、これについての関係がありますよということをね、今ちょっとね、肝に銘じておいていただければいいのになということでですね、この動画を作りました。まずアリババ上場廃止リストに乗りまして、8月19日が異議申し立ての期限だから、8月中にある程度方向性が出ますね。これで、中国が大嘘をついてきたよってことについて確認しましょう。監査受け入れにね、孫さん騙されてたんだなーっていうことをね、もう一回思い出してください。思い出してくださいというか、あ、そうか、あの時孫さんがアーム大丈夫だよって言ったのは中国の嘘に騙されていた頃なんだなーということについて確認していきましょうね。で、アーム中国も、監査が拒否っていうことになっちゃったりなんかすると、アームの上場はやっぱり難しくなるよなっていうことなんですよ。この3点につきまして、しっかりね、基礎から分かるようにお話をさせていただければと思っております。はい、19決算発表がね、8月8日なんですけども、これ孫さんどういうふうに言うかな、ここ要注意かなと思っております。はい、まず1個目いきますね。アリババ上場廃止リスト、8月19日が運命の日ってね、いうことをね、確認していきましょう。はい、まず記事から、7月30日に、米国アリババ、SEC が上場廃止警告リストに追加しましたよって、で株価が落ちましたって話のね、記事を持ってきました。こりゃ、ほら、 SEC が、米国上場の、中国企業最大アリババなんか変なこと言う。アリババがね、米国に上場する一番大きな中国企業なんだけども、とうとう上場廃止警告リストに入れましたって。最大だからね、なかなか入れづらいじゃない。でもね、入れちゃいましたよってね。アリババの会計監査を精査する許可を米当局に与えるのを中国政府が拒否していることが理由。中国政府がですからね、アリババの社長さんじゃないですよ。ほいで、はい、2020年ですよ。このタイミング、トランプさんの時代に制定された法律に基づいて監査させなければ上場廃止になるよっていうのはね、法制化したわけですね。で、トランプ政権の時代ですよ。 IT 貿易戦争から香港の動乱があってね、で法制化 に至ったんですけどね、やっと実行かなっていうような段階ですね。いろいろありましたね、これまでに至る道すがらでね。はい、で、アリババ上場廃止かってね、 SEC が上場廃止リストに追加、ロイターの記事でございます。米株式市場で上場廃止にされる可能性のある銘柄の一覧に追加されましたっていうことなんですけども、あれ、数をちょっとね、確認したいと思ってこの記事持ってきました。今270社を超える中国企業の中で上場廃止リスクがあるとされた企業に含まれましたってことなんだけども、大体ね、80社余り、上場廃止にするよっていうようなね、会社をね、リストアップしてるんですけども、約ね、ざっくり3分の1ぐらいがね、上場廃止になる予定なわけですね。で、ほら、これですよ。異議申し立てが8月19日までですよっていうことなんですけどね。はい。まず申し立てをするかどうかですよね、アリババが。もしくは、中国政府がって言った方がいいのかもしれませんね。で、申し立てをした後に、米国の方で認めてくんないとね、いけないわけですよ。で、申し立てし、認められないと、ついに上場廃止へ向かうよっていう流れですね。で、はい、これ一つ前、7月20日頃の話なんですけれども、はい、ほら、両国のこれまでの協議は建設的だったってね、話があるわけですよ。後でちょっと記事で確認しますけれども、中国がかなりいい姿勢を示してたわけですよ。で、この両国のこれまでの協議は建設的だったと付け加えたんだけども、正しく言うと、
中国の競技ので言ってることは大嘘だったってことだったっていうことだったんですね。だっただったばっかり言ってるわ。はい、これです。とっとと監査させるって言うんだけど、じゃあ分かったと、その監査させてあげるよっていうとこだったんだけど、あれってことになったんだね。この経緯は分かんないけどね、現時点では本当に分からないに逆戻りしましたね。3月末の頃の状態にもう一回戻ったっていうような感じかな。はい。で、香港動乱の後、ロシアの長期化がありましたもんね。で、これね、削除の撤回にかなりロシア の長期化ね、ロシアのウクライナ侵攻がね、恒常化しつつありますからね、この件もね、感謝させないぞって話につながったんじゃないかなちょっとね、思ってるんですけども、削除を撤回することになりましたっていうことについて、これがちょっと深掘りしていきますね。なんのこっちゃいってことなんですけれども、はい。中国の大嘘、監査を受け入れても騙されちゃった、そうなの、3って、私も騙されましたよ。ほい。これ、3月末の頃ね、中国、上場廃止会議での合意に近いとの見方に否定的ということで、中国は監査させないぞっていうことをね、ブルームバーグが言ってたわけですね。これで、ほら、SEC ね、これらの企業が米国の監査を完全に遵守しない限り、米国市場から追い出すぜという話をすごく強調してて、で率直に言って、彼らにとって厳しい選択になるであろうと。中国よも出てけっていうような、ね、姿勢を示したわけですね。でこれ私ね、公認会計士長いことやってまして、監査も受けずに、株式を、ね、公開し、一般の、ね、大衆の方々に買っていただくのってとんでもないと思ってますよ。だってほら、子どもの通知表と同じですよ。先生からもらってきた通知表を自分で勝手に書き換えてさ、お父さん、僕すごくいい成績取ったから約束のおもちゃ買ってよなんて言えるわけですね。だから、それを信じて買っちゃった人がいて、ラッキンコーヒーとかでさ、本当に紙くずをね、株が紙くずになっちゃった人が実際出てきてますからね。でね、今までが異常だったわけですけども、まあ、親中派が通してきたんだなってね、アメリカにおいても親中派っていうのがね、しっかりもう浸透してるんだなってことをね、常々思ってたわけですけどね。はい、そして記事の続きなんですけども、ほら、米国の法律を守んなさいと。あんた方、そんなことは、うちの法律ってアメリカの法律社会においてですよ、まかり通ってきたわけですね。それは当然、ニューヨーク証券取引所とかナスダックから排除するのは当たり前ですよ。だって他の企業は監査受けてんだもん。中国企業だけ監査受けないでね、通るわけないじゃんって話なんですね。で、現在もこれ、脱法中ですよ。異常事態なんですね、そもそもが。2年後も同じ状況であれば多くの企業が上場廃止になるだろうなんて期限がありますからね、2024年ね。ちなみにこれトランプさんが選挙に負けちゃったんで上場廃止が伸びた感じになってます。詳しい話は今回語りませんけどね、もうとっくに上場廃止になってるはずだったんですけどね、トランプさんが勝ってれば。本当に親中派って恐るべしだなと思いますよ。でほら、中国政府は最近米国の監査を一部認めることを提案したと明らかにしてきたということですね。20年間にわたって対立してきたんだけれどもと、これ、ほら、トランプ前政権末期に可決されたということでね、まあ、選挙が異常だったですよね。あのままトランプさんが勝ってたら今頃上場廃止になってたんだろうなってことがね、まあ、私が偉そうなことを言うまでもなく推察されますよ。で、ほら、上場廃止になり得る企業の暫定リストの公開を開始し始めたっていうことだったんですけども、当時はまだね、最大大手の中国企業のアリババは、さすがにリストには乗っかってなかったと。で、ディディはね、ただもう上場廃止しましたよね。はい。そして、4月2日で、時が進むとですね、急展開があったわけですね。これ、中国企業はと、10年間にわたる規則を修正と、だから監査させる方向で、あと動いていきましたと。でネックになっていた規制をね、修正するんだよっていうことをね、言ったわけですね。でほら、監査を完全なアクセスを阻む要因、主要なハードルがなんか難しい表現してるな。要するに監査させてあげるよっていう方向で、合意しつつあるよっていうね、そういうことをね、4月の2日にね、ブルームバーグが報道しましたと。
で、規則修正案で削除したってね、キーになっている、規則をね、除きましたよっていうことなんですけどね。はい。中国がね、譲歩したんで、アリババの上場廃止がなくなると、私、騙されましたっていうことでございます。当時、本当に上場廃止、回避できるんだって思ったもんね。でね、はい。今回の修正は中国政府にとっては異例の方針転換よと。本当に規則修正によって監査する、させない、する、させないっていうのの終止符が打たれる可能性がありますよと。で結局ね、中国が大嘘をついたってことなんですけども、はい、完全なアクセスを枠を認める枠組みを準備してますよということで、中国当局が監査をね、しっかり受けてくださるような方向で枠組みを準備していると嘘をついたってことです。で、中国の株は、上昇しましたよってことなんですけども、これ見てるとフェイクニュースじゃないんだろうけどね、株価の操作ができるかなちょっと思いましたね、当時。いや、びっくりしましたよ、本当に。へーって中国が折れて監査させてくれるんだって。じゃあもうアリババの上場廃止 なくなっちゃうねってね。はい。で、4月2日に日経新聞もね、はっきり書いてるんですよ。ほら、中国がね、監査をね、受けますよっていうことをね、認めると発表したとね、言い切ってますね。中国企業が米国市場を上場廃止との可能性が高まっていたんだけども、なんとかなりますよってことですね。ほら、立ち入り検査は中国当局が行うか、中国当局の検査に依拠するとの表現を削除しましたってことなので、中国当局が行わないといけませんっていう立ち入り検査を、いや、アメリカの人でもいいですよってことにしたわけなので、はい、監査どうぞってね、いうことですね。日経新聞これ明言してるっていうのが恐ろしいですね。そしてロイターにつきましても、ほら、海外市場に上場している中国企業の立ち入り検査は主に中国当局が行うという要件を廃止するという、ね、監査を受けさせてあげますよってことを、言ったということがロイターでも明言されましたよと。それは騙されるよね。で、このね、この要件を廃止すると言ってたんだけども、結局大嘘でしたと。で、廃止しなかったんで、アリババが上場廃止の警告のリストに載っちゃったってことですね。ではと、アーム中国も監査拒否ならアーム上場が難しくなるんだよって話をこれからさせていただきますね。ここが一番重要だと思うんですよね。はい、これあら、ブルームバーグの記事なんですけども、中国のね、アレン・ウーさんね、この人ね、2年前に解任されるも応じずと、業務管理を継続してましたと。中国当局の支援でね、アームチャイナの新陳代謝、新代表登録に向けて手続きが、ね、進んでるよっていう、ね、記事があったんですけども、アレン・ウーさんね、2年間ね、お前はクビだと言われても、退かなかったんですよね。これ、2022年4月27日の記事ですよ。この日付が重要です。で、中国が大嘘をついていて、監査させてあげるよっていうような合意に近づくぞっていうような、その背景の中、この記事が出たわけですよ。ただこれ、合意に近づくって書いてあるんだけども、完了とはまあ書いてないんですけどね。なんとなくね、いい感じになるかなってね、いうことが、だってね、他の報道からもね、推察されるわけですよね。でもこれ、社長会にね、2年前にやられてるの、まだやってたのねってね、中国ってなんじゃらほいって思ったわけですよ。こんなんでコンプライアンス大丈夫かいって、上場できるんってね、思ってたんですけどね。はい。ほら、なんとほら、合意に近づいてますよーと。ずーっと気になったんだけど、未解決のままだよってね。ソフトバンク、アーム中国代表の、構成されるところのさ、厄介でさ、取締役厄介でさ、アレン・ウーさんをさ、クビにしたんだよって。でも、ウーさんをね、知らんと、わしゃ知らんと言って居座っちゃったわけですね。これさ、ね、厄介無視して、これ、印鑑登録文書所有って、これ変だよね。中国の卸どうなってるのかねって、ね、ちょっと思ったね。個人でやってるんじゃないんじゃないってね、みんな思うよね、これ。で、実はこんな状態が2年もやってたわけですよ。個人じゃないんじゃないのってね、まあ、中国共産党の中でさ、やっぱりこの一枚岩じゃないからね、まあ、どうなってるんだろうかね。
ちょっとね、気の臭いというか、なんていうか、こんな状況で上場はアーム難しいかなって思うもん。で、ほら、アームチャイナの取締役が中国当局の支援を得てですよ。普通警察だけどね、なんだかね、進めてますよと。ただ、最終的にはまだまとまっていませんって。今年中にまとめてよねってね、当時思ったんですよ。で、未解決だったらさ、コンプライアンスのところでアウトだもん。アームチャイナのアームの世界的な事業に占める割合というか重要性が高い場合、そこを監査できないような状況で、ニューヨークなりさ、ナスダックなりにさ、上場は無理よ。だってね、これこのままだとね、アームの上場が失敗しちゃって、ソフトバンクグループの命運がね、どうなっちゃうのよってね、思ってたの。で、ほら、この動画でね、ちょっと詳しいところね、見ました、作ったんで、もしよろしければご覧くださいね。はい、今回も触れません。さらっと流します。ご興味ある方はぜひ見てくださいね。で、ちょっと復習なんですけども、これはほら、2020年3月期決算発表ね、5月11日の時ですよ。アームだよと、大丈夫だよと、上場成功するでと、最大の懸念事項で ある、唯一の懸念事項である、最大唯一だね。アームチャイナのガバナンスが正常化しましたと、孫さんは初めて明言したんですよ。公の場でね。で、監査の受けについてもやれますよってね、おっしゃったんで、ああ、よかったねって思ってたの。ところがどっこいよ。今、アーム上場がやばくなっちゃった理由は何でしょうかっていうことをね、ちょっとね、問いかけたいと思います。まとめるとこういうことですよね。孫さんが監査の受け入れを明言した日付が重要で、5月11日だったわけですよ。だ当時としては中国に騙されてた頃ですね。ではと、7月末に削除は大嘘でしたと。ね、監査は中国当局によりますよっていうところを削除したと言ったんだけど、それは大嘘で、結局中国企業の監査はさせません。監査無理っていうような状態に、なっちゃったわけですよ。なので、アーム中国が上場の最大で唯一の妨げだったんだけれども、それが解決したよという、5月11日の孫さんの名言というのが、実は騙されていたんだよってことなので、もう一度、アーム中国がアーム上場の最大で唯一の妨げに逆戻りしちゃったんで、大変だよねっていうことですよ。これまだ株価に見込まれてないと思うんだよね。でここについて8月8日 の、この第一四半期のさ、決算発表の時に孫さんがどういうふうなご説明をしてくださるかってことに私ねすごく今注目しております。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。